はい、皆さんこんばんは。ニーヤオートマタ、パート5やっていきたいと思います。サイテーマンです。よろしくお願いします。道具屋の依頼をしに行くというところの、からまで来ましたね。でその前にですね、ちょっと説明しておくことがあります。 3D 用意するんだけどみたいな、なんかあったじゃないですか。それを設定しまして、まあ、見てくださってる方が酔いにくい設定に、感動をちょっと弱くしました。このなんていうの、視点移動の、だから多少酔いにくい設定になったかなと思います。はい、見やすい感じになったと思います。じゃあやっていきましょうか。なんで感動がね、若干、これぐらいのスピードになってます。まあ行きましょうか。よし、とりあえず道具屋の依頼をこなしに行きますよ。さて行くぜ。こっちか。道具屋の依頼ってことは、あの印が出てるとこですね。とりあえず向かいます。あの辺でなんか壊れたゼンマイやら何やらを入手しろみたいなことを言ってたんでしたっけ。ここはでもとりあえず親切設計で目的地を表示してくれてるのでありがたいですね。何かいる。こいつは敵型ロボットではないですね。この辺にあるはずなんですけども、あ、やっぱ感度が多少遅くなってんのか。酔いにくくはなってるし、まあこのままやっていきましょうか。でどうしても倒せない敵とかね、この感度で倒せない敵とか出てくると感度強めたりとかいじっていくことあるかなと思うんですけど、当分はこの感度でやっていくと思います。まあ、酔わないよっていう方はね、まあそれでいいと思いますが。どうしようかな。何にもないのか、この辺。あ、なんか光るもあった。どの辺だろうな、道具屋の依頼がどうこうみたいなの言ってたけど。アンバーってなんだ。あとなんか、このポット、飛んでるこの機械のポットあるじゃないですか。あれもちょっと若干ね、カスタマイズみたいな。自分ではやってないんですよ。話しかけておすすめの設定にしましょうかみたいなあったんでやってもらいました。まあなってたと思うんですけど、バランス設計に、今はなってます。その都度その都度変えていくのもありかなと思っております。この辺にあるんじゃないの。道具屋の依頼ってなんかなったよね。クエスト、これか。壊れたゼンマイ、小さな歯車、壊れた回路、これを取りに行けってことなんですが、この辺にあるんじゃないのか。こいつは無害ですよね。これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりました。はい、回収しました。この辺に適当に落ちてあったので、拾い集めました。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務。なるほどね。だから文句を言わない。はーい。9Sって結構抜けてんな、なんか抜けてるというか。ゆるキャラだったな、あいつ。意外にも。どちらかというと 9S の方がしっかりしてるキャラクターなのかなと思ってたんですけど。まあ、とりあえず道具集めました。まあ、ちょいちょい、カット編集と交えていこうかなと思っております。これででも先に進めるんじゃないですか。OK、到着。えらく走らせてくれたな、ジジイ。これでプラグインチップを売ることができると。それで自分の足も直したら資材は十分だと思うけど。修理できない理由は？壊れた左足はまだオリジナルパーツなんだ。長い戦争の間にこの体は何度も修理した。ああ、もう機械同士の会話だからもうぶっ飛びすぎてんな。部品を乾燥して。最初から残っているのはこの左足だけなんだ。これまで交換してしまった自分が自分でなくなるような気がして。完全に自我持ってますよ、この機械。しみったれた話をしてすまない。お、クエスト報酬。回復薬中。アンバーってなんだろうな。道具の依頼が完了しました。これで、進めますよ皆さん。そうだ、私からも一つ頼みがある。
最近砂漠地帯で凶悪な機械生命体が多く出現しているらしい。これまでなかった現象で何か起きているのかもしれない。君たち夜派部隊は調査も得意だと聞いている。 OKOK いいでしょう。手伝わないっていう選択肢はないでしょう。もう OK いきますよ。砂漠にいる私たちの仲間には連絡しておいてくれると。では砂漠の凶悪なやつがいるというところに向かいましょうか。さて目的地どっちだ。俺はマップがないと何もできない人間ですよ。そう、目的地はここか。マップアイコン一覧。待てどこに行けばいいんだ。砂漠に行けってなってるけど、ありますかマップアイコンに。まあいいか、とりあえず向かうか。あのさっきのとこに、じゃあさっきの目的地らしきところに行ってきます。はい、ダイエレジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。ほいほい。オペレーターよりポット042へ座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。ありがたいです。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、トゥービーさん。了解です。マップのアイコンがなかったんでどこに行けばいいのか途方に暮れていたところ、表示してくれるということで、じゃあ向かうか。向かう道中何があるかわからないんで。アクセスポイントからメール受信の連絡。アクセスポイントじゃあ近くに来たらメール確認してみましょうか。てかニーヤってこれ BGM がね半端ないです。なんか BGM を流すみたいな、なんか配信やってたような気がしますね。ニーヤの発売日前に BGM をひたすら聞くみたいな、なんだったかな、ニコニコだったかな、 YouTube だったかな、どっちかでやってたような気がしますね。僕はあのゲームプレイすること決まってたんであえて見なかったんですけど、やっぱ曲いいですね。15の終盤もすごい、何15の終盤もあのこういう BGM になってましたね。こいつ結構強いので近づきませんよ。硬いな。でもこいつ遠距離から攻撃するですね。お金ってやっぱ結構ガン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 手に入ってくるから、うん、いっぱい使っていきますね。ここは一体、お、アクセスポイントじゃないですか。じゃあメール来てたんで確認しておきます。出撃の際に一つ言い忘れたことがある。解析班によると 2B たちが工場廃墟に突入した時に廃棄した装備が回収されずに残っているらしい。はい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 、工場廃墟に突入した時に失った装備が残っていると。ありがたいですね。その時の装備、あーなるほど、確かにあの時の装備やらアイテムやら全部失ってましたね。回復薬とかアイテム結構入手したんですけど。月面人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。何、現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。お、長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は、はい、月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光あれ。人類会議の放送は栄光あれ。いつも堅苦しいですね。あ、放送か今の。誰が聞くの、あんなラジオみたいな。アクセスポイントからメール受信。まあ、またメール来たか。はい、目的地に到着いたしました。お、いた、この人か。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。ジャッカス、よろしく。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって。じゃあ、うん、
封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、お願いします。どうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれて危ないよね。あんまり無理しないようにね。爆薬を仕込んでたからってことか。開けないとねって、もう開けようとしてた。なかなか食えんな、あのおばはん。おばはんかお姉さんかわからんか。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて、ていうか機械か今の人。乱暴な人ですね。結構俺も乱暴なプレイですか。なんだこれ、入れない。入れんのかい。大概入れないでしょあんなとこ。大概終盤の方にもう一度来てとかじゃないの。大概入れんのかい。さて砂漠、こいつらもう容赦なく襲ってきますからね。やっぱあの武器あの改造して強化したんで強いですね。やっぱね、難易度高くてセーブもできないってなってくると、本当になんかレベル上げとか、装備がっつり整えたりとか、下準備、大事になってきますよ、当然ね。砂漠。あたり一面砂漠。確かにこれは迷えば、出てこれそうにないな。俺、方向音痴なんですよね。どうでもいいんですけど。よし、行くか。行きますか。ね、あいつすげえ楽しそうに滑ってんな。9S。で滑りますね。9S すごい楽しそうに滑ってたよ。でも敵の反応が近づきました。いるか。気をつけましょう。了解。こいつら。3ドロイド。こいつら強いな。レベル8な上に体力が結構あるな。とりあえず数を減らす。どうして最近になって増えたんだろう。とりあえず数減らします。回避と。やったか。 OK ですね。今のが雑魚敵か。今のが雑魚敵か。結構強かったですよ。鉄鋼か。じゃあ目的地に近づいて敵括弧撃破していきましょうか。この辺にいるってな。待て、みんな、なんかいるぞ。見えますか皆さん。アンドロイドか。こちら。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。でポット使おう。うわ、マジか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 マギか。これ威力やっば。これまともにもらえないな本当に。回復薬中使ってやっべ。すっごい杖ついたな今。こいつか。こいつの攻撃はもらえない。オッケー。あ、これ順番に勝たしていけってことか。一人一人がもうボスクラスの強さなんですけど。しかしで死んだら終わりでしょ。やばいぞこれ。このゲーム、今回のゲーム、ドラクエヒーローズや、ま、今まで見てきた、今までやってきたゲームとは一筋縄では、一味も二味もね、噛みまくってんな俺今さっきから。一味も二味も違いますね。推奨。どうした？アクセスポイントか。とりあえずアクセスポイントを復旧させた後に、敵がまだいるか。敵まだ残ってる。 OK ですね。アクセスポイント復旧で、メール確認します。既読するはしませんよ。しかし、我々人類が月に追いやられてから数千年が経過した。戦争は膠着状態となっているが、むしろこの状況にとどまっていられるのも地上にいるアンドロイドの諸君らの奮闘によるものと理解している。引き続き地球奪還のために鋭意努力してほしい。人類に栄光あれ。ジークジオンね。
よし、行きます。ちょいちょいガンダムのネタ挟んだりとか、なんかいろんなネタ挟んできますけども、ご了承ください。このゲームはあれですよね、カフェオレが、カフェオレを見ながら飲みながら見ていただくのが一番しっくりくるかも。こいつらは危ない。なんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに漢字が似ている。こいつらやばいな。データで見たことがある。回避ね。そういえば顔の見えてきた。こいつ共同体特有の化粧。マジか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 。はい、こういうことですよ。皆さん、あっという間にぶち殺された後に、これコンティニューってもしかしてやり直しか。どういうシステムかちょっと見とくか。コンティニューってもしかして前セーブしたとこからやり直しみたいな。だとしたらカットします。はいはい、先ほどのエリアまで戻ってきました。やはりですね、セーブしたところからでした。で、なんか逃げていったやつがいたので、そいつを追いかけたいと思います。めっちゃ逃げていったぞ。なんだここ、公園？砂漠化してんのか、公園が。砂漠の団地、団地が砂漠化したのか。いや、いろんなとこありますね。砂漠化が進んでしまっていると。怪盗、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。マンモス団地てか、高いところから降りたら今大ダメージ受けたな。報告、アクセスポイントからこの方が早いか。メール受信の連絡てか、めっちゃ逃げてるあいつ。逃がさんぜ。こっちじゃないか、こっちか。逃がさんぜ。いるな。遠距離から撃ちつつ、あ、レベル1か。アクセスポイント、ラッキーですね。レベル1っていうの出てくると安心しますね。レベル13とかなってたんで、レベルが多分足りてないのかな。アクセスポイント解放と。で、一旦まあセーブをこれで挟んで、いや、もうほんとこれね、セーブポイントがあったらセーブするみたいな習慣つけないと。オートセーブに慣れてる僕からしたらね、結構苦しいです。こまめにセーブを取る、まあ基本的なことですか、ゲームの。この辺に行ったんだよな、逃げていった機体が。上か、通れない。どっから入ったんだあれ。こっちか、こっちですね。あ、こいつさ、意思持ってたよ完全に。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。オーケー、逃げろ逃げろ。こいつ戦闘用ロボットじゃないんじゃない。もう同じ鉄だ、不満ぜ。うわ、だからやばい、だからやばい。注意しててもこれですからね。やばいやばい、ちょっと回復アイテム使うか。回復アイテム、これで一安心ですね。一安心かどうか分かんのですよ、連続攻撃をもらえば。まあでもセーブしてるんでね、逃がさんぜ。どっちだ、うわ、めっちゃいる。せっ、 OK ね。ああいう風に分かりやすかったらいいんですけどね、敵の攻撃が。回避と。やばいやばいやばい、やばいなこれ、マジやばいなこいつは。ぶんね、ごめん、痛い痛いって言ってるけど、ごめん、すっごい攻撃してきてるから。
やめて、痛い痛い完全にバグってる。あとこの BGM、 OK、 レベル上がった。レベルアップ控えてたから回復剤ケチってもよかったのか。ただあのレベルがいつ上がるかっていうのは、それはあの購入しないとわからないんですよね、レベルアップゲージ。まだいるか。でかい、なんかボスみたいなの出たぞ。でかいし、あれなんか撃ってくる奥のやつ、皆さんどう思いますか。こいつなんだ、大したことないかこいつ、ただでかいだけか。本体だな。おお、こいつ硬いな。回避と、こいつ倒したらじゃあパート切りますか。なんか飛ぶ、回るのか。ほう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 、危ない。回避と、こいつ完全に戦闘用ロボットですね。やばいってだから攻撃力。最近のファイナルファンタジー15もそうだったんですけど、攻撃力やばいな。スクエニの難易度ってなかなか上がってきたな。俺がミスって食らいまくってるだけ説十二分にあるんですけど、それにしても攻撃力高いなこれ。いけ、なんだポッとなんとかみたいなのあったでしょ。やれ、なぎ払い。硬い硬い硬い。オッケーです。うわ、ちょっと今の油断するって絶対。これなんかボタン1個で回復できればいいんだけど、いちいちこれアイテム欄開いて回避ね回避ね回避ね。なこいつ。オッケー、倒した。強かったな。やりました皆さん。結構アイテム消費させられましたが、今の普通の雑魚的扱いなんですかね。じゃあこっちに逃げていったやつ追っていきますか。いい加減逃がさんぜ。いや絶対あれ人間入ってたら絶対人間入ってるでしょ。基準で言葉を選んでるんだろう。うん、そう。逃げろ逃げろ。完全に死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。なんだ、なんか吸収したな今。あ、そうか、吸収できるやつもあるのか。これもじゃあ吸収。ちょっとグロいんですけど、こんなもんなのか今のゲームって。なんか洞窟の中逃げていったな。あそこに逃げ込んでます。逃がさんぜ。しつこいとか絶対ロボットが言うことじゃないだろ。しつこい。なんだ、何ここ。この先に多数の機械生命体反応を確認。はいはい。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。うん、それをやったやつがいるということですからね。はい、ということなんですけども、一旦この辺でパートを切ります。また次回やっていくので、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。